米大リーグドジャースは10日、日本時間11日、日本企業の THK とのスポンサー契約に合意したと発表。ドジャースは大谷翔平投手、山本義信投手が加入した今季、日本企業との提携が一気に進んでいる。米記者も驚きが隠せず、金が動き続けている、ドジャースの商売は繁盛、などと紹介している。 1014億円契約の理由を証明する驚きの1枚 THK は東京を拠点とする機械部品製造企業ドジャースと日本企業の提携は4月から発射目となった ANA 全日本空輸タイヤメーカーの東洋タイヤ100円ショップ大手のダイソーなどの日本企業と相次いでパートナーシップ契約を締結している米全国紙 USATODAY のボブナイチンゲール記者の X では、今日もまた新たな日本企業がドジャースとマーケティングに合意。今回は東京拠点の機械部品製造企業の THK だ。翔平大谷と吉野部山本のスターの魅力により、金が動き続けている、と驚きとともに伝えられた。さらに、米カリフォルニア州地元紙、ロサンゼルスタイムズのビル・シャイキン記者の X でも、 ドジャースがまたも日本企業とスポンサー契約に合意した。今回は東京拠点の機械部品製造企業の THK だ。大谷により、ドジャースの商売は繁盛していると伝えられた。大谷は10年総額7億ドル、約1014億円イコール当時、山本は12年総額3億2500万ドル、約463億2500万円イコール当時。 の巨額契約を結んでいる。